お待たせしました。むちゃちゃんです。さあ、はい、しょうこさんです。はい、アメリカの大学院出てます、しょうこです。はい、ちょっとしょうこさんですね、また聞きたいんですけど、まあ、前回早稲田の理工やっていただきまして、はい、長文ですね、はい、かなりやっぱり無茶だろうっていうことですが、今回この2024年ですね、賛否両論だった問題、簡単だって言った人と、いやいやめっちゃむずいだろ、激ムズだろっていうのが分かれた問題があるんで、それをちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、まあ算数です。はっきり言ってしまえば算数が英語になってる。これをネイティブスピーカーは読んで、果たして簡単だと思うのか難しいと思うのか、やっていただきたいと思います。はい、はい、ちょっと挑戦してみてください。なんかここに出てくる数字は全部めちゃくちゃ多分簡単な方なんですけど、なんか言ってることがもうめちゃくちゃめんどくさい書き方してるなっていう、うん、なんかこれのここに出てくる数字の関係性を見て A と B を埋めなきゃいけないっていう、で答えが2になるんですよね、うん、じゃあまず書いていきましょう。そうですね、そこが大事。 Put 2 down, carry 4. Remember that you have put 2 down. 頭の中でやるってことか、これ暗算で。だから答えが Put 2 down, carry 4. これになるはずだから、どういうことだこれ。おっとここの書き方がすごいなんかよくわかんない。 You're asked to solve the problem で、ここの答えを入れたとしても Then it is possible for you to succeed っていうの何について言ってるの。面白いですね、やっぱり8から言ったわけですもんね。まあ元々答え、まあそうですね、元の答えは絶対ここで and で始まる文章があるのがすごい違和感。そういうことか。はい、おできました。どうでしたかこの問題は。いやもうなんか書き方がよくわからない、何言ってるのかが。そうですね、まあ、いわゆる筆算をやるわけですよね、はい、だから何と何でやってるかっていうと46と7でやってるのかなと思って、はい、6番は D、 はい、そうですね、46と7をかけるで、まず1の位のところを 7×6 して42で、それで2を置いといて、で4を持ってってキャリーして、で今度は 7×4 をして28で、その持ってきた4を足して32、はい、ということで、Remember you have put two down. 何言ってんの。 That's the final answer is、 まあそうですね、322っていうので、まあ8が最初にまあパッと出せるっていうのがあるんですが、はい、でもこれなんか自分で作れ、この文章作れって言ったら無理かも。あーなるほど、説明するときにできるかと言われれば、はい、なんか結構あのちっちゃい子に教えるときに使う言葉じゃない言葉でやってしまってるから、はいはい、だからちっちゃい子に算数を教えたことは全然あるんですけ ど、 なるほど、でもそういう言い方をしないし、そもそもワーキングメモリーっていうその概念を入れて話すっていう なると思う、頭の中にこうある、はい、では、最初が一番 D、 D、 はい、正解ですね、6ですね、で次7 D、 D、 C、 C、 はできました、はい、よかったよかった算数できなかったら困る。算数できなかった、はい、ちっちゃい子に算数を教えるときは使うんですけど、うんうん、前後の文章がもうややこしすぎて、はい、なるほど。で、まあ、A の部分がまず最初の問題が何なのかということですね、はい、で、この 46×7 をこの頭の中でやると、で、B の部分がこれですね、 The when so does not require you to hold too much、はいですね、はい、まあまあまあ簡単にできる、はい、そこはっていうので、はい、やこの It is possible とか You almost certainly will not succeed っていうのがなんか本当に人によるじゃないですか、はい、Working memory って、うん、だからもう なんで断言しちゃってるんだろうと思っちゃってなるほどよくわからなくなっちゃって、よくそんなこと言えるなみたいな感じですね、はい、で、C はやった D ですね、その前に In the second piece ですね、はい、ここがどういう意味か、はい、ここでこの2つの情報を一緒にするっていうタイミングがある、はい、このステップにこの例の中で入ってるその2つの情報ってのは何かって言った時に、うん、この4と28を足してるところがその2つのピースなのかな、最初のステップが42で、うん、掛け算したやつですね、7、6、7で、2つ目のピースが28 で、うん、でそこで2つを合体させなきゃいけないのか、4と28足してその10の位32にする、うん、はい、そうです、そこで C っていうことですね、はい、はい、そうだから前にネイティブに解いてもらった時に A を選んだ人もいるわけですよ。でも全然あり得る、あります。そうです。この、こうやって足すだからこうなんじゃないのって思った人もいたんですけど、まあ正確にはそうですね。この28、42というか、
28と4にこうパスになったらそうだけど、はい、刺されてる部分は4と28のとこっていうことですね。そうだから筆算をこうやって書いてやってました。ここってことここってことつって、そのキャリーフォワードって言って分けちゃってるのが文章でも見えたんで、はいはいはい、なるほど。で最後のやつは書いてないけど分かるやつですね。まあ一番難しいやつを選ぶのは、はい、なんとかなるかなっていう。メンタリーでこれをやった時にAlmost certainly will not succeed ですから、うまくいかんだろうって言ってるものを選べばいいので、はいですね、41万 ×2 はできるでしょうし、 π×1000 もできるし、はい、まあこいつもね1111なんで3かければ D はできるけど、確かに C はめっちゃ大変ですね、はい、まあでもなんかソロボンとかやってる人だったらできちゃったりするのかなとか、まあ、ね、まあ確かというようなこういう問題も出たりするし、なんかロジックの問題が出たりとか、あーなんか A さんと B さんで殺したのは誰だみたいな、殺したのは誰だとか、まあ、あとこんなねすごい不思議な問題も出るんですけどね。ええこれ解いて見た方がいいですか。いや別にやんなくてもあ、ちなみに1問ぐらいやっときます。そしたらこれ共通する単語は何でしょうって言った場合に Two definitions are given with one simple sentence each word that matches both definitions and also fits in the frame。 これなんか日本語でもめんどくさくないですか。そうです、めちゃめちゃめんどくさいです。なんか言ってることはでもそんなにすごい難しいわけじゃないんで、はい、ただ英語になるっていうワンステップがただ足されてる感じが、あーそういうことか。あ、でもこれ意味くれるんだ。そうです。なんて単語が入りますか。これが、まあ、この2024年はめっちゃ難かったって言われてますけど。あ、で、これどっちもこの同じ単語が入る。そうです、同じ単語が入る。R で始まって、で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わかんないんですよ。どれになるかわかんないので、だから単語を最初にもうパッと導き出さないと、なかなか出せない。あ、これかなってなるとそれに当たるのを今度は数字で探さないと。これなかったら絶望するっていう、そうそうそう、時間が。あるかな。あった。はい、 A ですね。さあ、なんていう単語ですか。 Restrain。 正解ですね、はい。めんどくさっていうやり方ですね。そう、restrain、 そうですね、最初の、まあ下の子、まあでもな、これ好きな子供はいそうですね。ああ、まあでも日本人がこれ高校生で restrain、 そもそも restrain を知らない人がめっちゃ多いんで、ね、そこからまあ anger をね抑える、 control とか limit みたいな意味で、これ restrict だと思った人がすごく多かった。ああ、でも確かに、でも確かないんじゃなかったかな、 restrict に当たるものが。やってみます、この選択肢に。 restrictR があって、1、3、4、3で、I が2、C が1、T が4。1、3、4、3、2、1、4ってあります？ないんですよ。ないですね。はい。これで間違った子たちがいたとかって、そういうこういうやつですね。抑えると、あとこう、その積み荷をこう、チェーンで restrain するって。使いますか？ restrain。なんか人の方が多いかも。ああ、人を拘束する時は、拘束する時は、はい、なるほど、ということです。こんな感じなのがわさび理工でしたということで。いやでもこれ考える人すごいですね、はい、この問題を。これをね、ずっと毎年やってるんですよ、この謎の問題を。これがわさびの理工ですということで、やっぱり変なんです。確かに、なんか見たことない試験問題そうなんです、不思議なところなんです。ぜひこのね、ノートも、そうだった、ノートの CM するの忘れてた。おしゃれノートをということでした。ぜひ調査さんにやってほしい問題があったらコメント欄にお書きくださいということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ。